太いパイプを生かしたトレードはあるのか。2024年シーズン新監督を迎えた巨人と楽天、両チームとも2023年シーズンは B クラスに沈み、チームの立て直しを迫られています。難しい舵取りを任せられたのは巨人の阿部慎之助と楽天の今江俊明。2人ともコーチ経験はあるものの、初めての監督就任となり、手腕は未知数です。期待と不安が入り混じった船出となる巨人と楽天。実はこの両チームの間ではこれまでトレードが活発に行われていました。2024年シーズンもチーム状況によってはトレードが行われるかもしれません。巨人の外野、2023年、巨大戦力を持ちながら2年連続 B クラスに沈んだ巨人、2021年以降3年連続で優勝を逃しています。その責任を取り、3期にわたり計17年もの間巨人の監督を務めた原辰徳が辞任、新監督に阿部が就任しました。これ以上の低迷は避けられないと巨人はオフに補強を敢行、阿部新監督を支える姿勢を見せています。しかし巨人の戦力は年齢層のバランスが良くありません。阿部がレギュラーを明言しているのはファースト岡本和真、サード坂本勇人、ショート門脇誠、内野に関しては実績のあるベテラン、経験を積んだ中堅、期待の若手とバランスのいい構成になりそうです。一方の外野について阿部は横一線を強調、実績で頭一つ抜ける丸義弘や2023年に台頭した秋広優斗、メジャー通算178本のホームランを放った新外国人のオドアがレギュラーの筆頭候補。外野に関しては他にもレギュラー候補になりそうな名前が多数上がります。阿部は外野の司令塔であるセンターはコミュニケーションが取りやすい日本人が理想という意向です。丸をはじめ多くの候補がいますが、2023年高卒ルーキーながらプロ初ホームランを放った浅野翔吾や、ドラフト3位で走攻守揃った佐々木俊介、萩尾雅也ら若手の台頭も求められています。レフトは秋広が筆頭候補ですが、2023年の終盤にスタメン起用が増えたベテランの長野久義が健在。2023年は主に丸と梶谷隆之が起用されたライトは、21年に主力として活躍した松原聖也やプロ3年目を迎える岡田悠希、移籍2年目のオコエ・ルイラが候補です。このように名前はとても多く上がるのですが、内野のバランスの良さに比べ外野はベテランや若手が多く、30歳前後の中堅に安定した活躍が計算できそうな選手が不足気味。もちろん実績のあるベテランがこれまで通りの活躍をし、期待の若手がブレイクしてくれれば問題ありません。しかし経験を積み、選手として油の乗る20歳後半から30歳あたりの選手の層が薄いことは、長いシーズンを乗り切る際に弱点になる可能性があります。これまで松原や重信慎之助といった現在中堅の選手がレギュラーを獲得しそうな時期がありました。しかし不振や怪我で安定した成績が残せず定着できていません。その穴を埋めようと球団は補強を繰り返しました。その結果、伸び悩んだ層を育て上げられず、ベテランか若手かという極端な選択をしなくてはならない状況を招いたのかもしれません。このように期待の若い選手を多数抱えているものの、中堅層に不安を感じる巨人。うまく若手がブレイクしてくれればいいのですが、やはり上昇チームを作るにはチームを支える安定した力を発揮できる中堅の存在は必要不可欠です。2024年シーズンが始まり、チーム状況によっては層を厚くするような大型トレードが行われるかもしれません。楽天の投手、楽天新監督に就任した今江。選手時代はロッテと楽天に所属していました。実力と人気を兼ね備えた名選手で、ロッテ時代には日本シリーズ MVP に輝いた実績を持っています。2023年は楽天の2軍打撃コーチとして開幕を迎えますが、5月下旬から1軍を担当。以降はチーム打率を改善させるなど成果を残し、新監督として白羽の矢が立ちました。
2024年は楽天にとって球団創設20周年を迎える大事なシーズン。そのため就任1年目ではありますが、優勝を期待されるという今井にとってプレッシャーのかかるシーズンになりそうです。しかし楽天は2020年以降 B クラスが3度と優勝どころかクライマックスシリーズ進出もできていません。そんな楽天の弱点と言われるポイントはいくつかありますが、最大の課題は投手陣。2023年のチーム投手成績を見ると防御率 3.52 は2年連続リーグワーストでした。また921奪三振もリーグ最少、被安打1206と556失点、496自責点はリーグ最多と課題の残る数字が並んでいます。先発は岸孝之や則本貴弘といったベテランが奮闘しますが、2桁勝利を達成したピッチャーはいません。一方の中継ぎはプロ5年目の鈴木そらが自身最多61試合に登板し22ホールド、防御率 3.30 と健闘。ドラフト3位の渡辺翔太は51試合に登板し、高卒3年目の内星龍も53試合に登板するなど若い選手が中継ぎを支えていました。しかし2023年オフには3年連続50試合以上中継ぎ登板していた安楽智弘が不祥事で解雇となり、中継ぎ陣の弱体化が懸念されます。また2年連続3度目の最多セーブ賞を獲得した松井裕樹が2024年からパドレスへ移籍。そのため通算10シーズンで236セーブという偉大な守護神の穴をどのように埋めるかも喫緊の課題になっています。抑え候補として渡辺や則本の転向の可能性も上がっており、また成長株の内は中継ぎから先発へ転向する見込み。しかしこのように配置替えでしのぐにも頭数が足りないのが実情です。ベテランの則本も自分も一軍でバリバリ投げたいという思いはありますけど、やっぱり若くてすごいなっていう投手がチーム内に出てこないとと語っており、岸や田中将大を含め高齢化が進む楽天投手陣、先発中継ぎともに若手のさらなる奮起が必要とされています。ところが2024年の春季キャンプでの練習試合で投手陣は球四死球を与えるなど安定感に欠けたままでした。試合後今井はストライクゾーンに投げ込めない、ブルペンで一生懸命投げてもグラウンドに立ったら投げ込めないとなるとグラウンドに立つ資格は難しくなってくると就任後初雷、もう一度気を引き締めてやっていこうという話をしましたと投手陣に奮起を促したことを明かしました。今井を新監督に迎えた楽天も投手陣に不安要素が多く、前途多難の船出になりそうです。トレード予想。新監督を迎え優勝を目指す巨人と楽天ですが、両チームとも戦力に不安要素があり、優勝候補というには少々物足りない状況。このように似たような境遇の巨人と楽天ですが、実は太いパイプがあるようです。両球団のトレードは楽天球団が発足した2004年オフから20年間で13件成立していました。特に2020年シーズンはシーズン中に3件も成立。球団同士の思惑や需要と供給が一致するからこそトレードが成立するとはいえ、球団間のパイプの太さや関係性も影響していると言えそうです。そんな両球団ですが、その太いパイプで現状の不安要素を補えるかもしれません。巨人は中堅の外野手、楽天は投手陣が不足しています。両チームとも復活をしてくれれば戦力として計算できそうな実績のある選手がいました。巨人は高橋優希、楽天は田中和樹です。トレード候補として白羽の矢が立つかもしれません。巨人は2023年オフの現役ドラフトで阪神から2017年ドラフト1位で入団した馬場康介を獲得するなど着々と投手陣を整備しています。そんな中、2018年にドラフト1位で巨人に入団した高橋は危機感を持っていました。2021年にはチーム最多の11勝を挙げたものの、左肘関節強視化クリーニング手術を受けた影響で2023年は育成選手として再出発しています。
4月に支配下復帰を果たしますが、6登板で0勝1敗、防御率 5.14 と結果を残せませんでした。そのため2024年は先発中継ぎ問わずにフル回転する覚悟だと本人は語っています。投げられる場所で投げるしかないと思っている。一軍で1試合でも多く、1イニングでも多くマウンドに立ちたいと闘志を燃やしていました。2024年から背番号が47から57に変更。いろんな意味を持って背番号が変わってると思うので、理解しながらやっていきたいと再起をかけて勝負のシーズンに臨もうとしています。一方の楽天は外野手が渋滞気味。ベテランの島内宏明、岡島武郎、田中、辰巳良介、小郷裕也といった面々が外野を守っています。そのうちの29歳の田中は2018年に18本のホームランを記録した中距離打者。しかしその後は5シーズンで12本と伸び悩んでいます。2023年はシーズンを通して一軍に帯同しました。しかし95試合に出場して打率8分8厘、2本塁打、3打点、3盗塁。成績自体は満足いくものではありませんでしたが、それでも田中は、僕自身一軍で完走したのも初めてですし、登録日数マックスみたいのはあったんですけど、ベンチから1回も外れることなく全試合に携われてよかった、と振り返っています。今江が選手時代の2018年、2年目の田中はキャリアハイの105試合に出場、18本のホームランを放つなど新人王を獲得しました。今江が就任1年目となる2024年は、一緒に出ていた時期ぐらいは活躍したいという思いですと決意を表明。本来の力を知る今江も、日本人のスイッチであれだけの飛距離が出せるのはなかなか作ろうと思っても作れない部分があると力説。本当に彼の力を出せば20本は打てると思いますとポテンシャルを高く評価していました。かつての輝きを取り戻すことができればチームの力になることは間違いない2人。その場所は現在のチームなのか新天地なのか。中堅の外野が足りない巨人と投手陣が足りない楽天ですが、同じ年に就任した監督同士で太いパイプを生かしたトレードが行われるかもしれません。復活すれば大補強になる両選手の動向に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。